ザ・ドリフターズの3代目リーダーとして多くの国民を笑顔にしてきたいかりや長介さん、80年代後半からは渋い演技が光る俳優としてご活躍されました。 TBS ドラマ聖者の行進で老いぼれ弁護士を演じたいかりや長介さんのセリフがすごく良かったのでご紹介します。強くなることはないです。弱い自分に苦しむことが大事なことなんです。人間はもともと弱い生き物なんです。それなのに心の苦しみから逃れようとして強くなろうとする。強くなるということは鈍くなるということなんです。痛みに鈍感になるということなんです。自分の痛みに鈍感になると人の痛みにも鈍感になる。自分が強いと錯覚した人間は他人を攻撃する。痛みに鈍感になり優しさを失う。いいんですよ、弱いままで。自分の弱さと向き合い、それを大事になさい。人間は弱いままでいいんですよ。いつまでも弱い者が手を取り合い生きていく社会こそが素晴らしい。いかりや長介さんの人間味あふれるキャラクターから発される言葉には優しさが詰まっていますね。